キリンさん、素晴らしいです。 YouTube を見ているすべての人に読んでほしい本。こんにちは。一生使える勉強法を書いているアッキーです。それでは今回は、自分の意見で生きていこう、正解のない問題に答えを出せる4つのステップについて解説していきます。就職、結婚、マイホームの購入など、人生における大切な問題は学校で習った算数の問題とは違います。どこに就職するのか、どんな働き方をするのか、どんなスタイルで暮らすのか、人生を左右する問題には唯一の正しい答えはないです。正解のない問題について自分の意見が言えなければ、最高な人生を作っていくことはできないです。どこに住んで、誰と何をして暮らし、何に時間とお金とエネルギーを使っていくのか、あなたの人生はそういった正解のない問題に答えることで作られていきます。一つ一つの問題に自分なりの答えを出していくには、自分の意見の重要性と向き合う必要があります。この動画では自分の意見を主張できるコツを7個解説していきます。自分の意見が言えなければ人と同じ人生を送ることになります。あなたには自分の意見を発信できるようになって、最高のオリジナルな人生を送ってほしいです。インフルエンサーしか知らない SNS 発信のポイントも解説します。勉強になった、意見を言う重要性が理解できた人はいいねやコメントをください。1個目、問題を分類する。社会には正解のない問題がたくさんあります。例えば、内定をもらった2つの会社のうちどちらに就職すべきか、息子に中学受験をさせるべきなのか、そろそろ家を買うべきなのか、いつ結婚すべきなのか、これらの問題には正解はないです。正しいとされる答えは人によって違います。つまり、誰が考えても同じになる絶対の正解は存在しないです。一方、正解のある問題とは、学校の教科書に出てくる問題です。 2+3 はいくつか、8÷4 はいくつかなどの問題には正解が存在します。このような問題は身近な生活にもあります。コンロの汚れを取るには何を使うといいのか、カードの支払いをリボ払いに変更したらいくら金利が増えるのか、自動車を買ったら毎年の維持費はいくらになるのか、こういった問題は本やインターネットで調べることで正しい答えが手に入ります。では、正解のない問題にはどう対処すべきなのか、ここで重要となるのが自分の意見を持つことです。正解のない問題には A さんの意見、 B さんの意見のように、様々な人の様々な意見があります。正しい意見や間違った意見なんてないです。自分の意見を持つ方法は後ほど説明しますが、ここで理解してほしいのは、問題をしっかりと分類することです。世の中のあらゆる問題には正解のある問題と正解のない問題が存在します。正解のある問題はインターネットで調べたり専門家に聞けばわかります。一方、正解のない問題には様々な意見があります。答えのない問題を解くために必要なのは調べることではないです。あなたが自分の頭で考えることです。あなたが今悩んでいる問題は正解のある問題ですか、それとも正解のない問題ですか、これを最初に見極めてください。これが分かれば、正解のある問題を考え続けてしまったり、正解のない問題を調べ続けることを防げます。2個目、重要な問題には正解がない。学校教育は問題には一つの正しい答えがあると教えます。これに慣れすぎてしまうと、生きる上で直面する様々な問題に正解があるかのように錯覚してしまいます。しかし、重要な問題にはほぼ正解なんてないです。正解があるのは大して重要ではない問題ばかりです。なぜ重要な問題には正解がないのか、それはどんな人生が最もいい人生なのか、この問いに正解がないからです。誰にとっても最高の人生はこういう人生という正解はないです。もしそんな人生があるなら、その方法は学校で教えられて、全ての人が同じ行動をします。もしそんなことが行われていたら、人類はここ
まで豊かな社会を作り上げることはできないです。人類、僕たちがここまで豊かになれたのは様々な人がいるからです。夜遅くまで働いていても仕事が楽しくて仕方がない人、定時には仕事を終わらせたくて家庭や趣味を楽しみたい人、その両方がいるからこそ僕たちの社会はここまで発展できました。重要な問題には正解がないです。これを意識して、重要な問題はネットや人に答えを求めるのではなく、自分でしっかりと考えて自分なりの答えを選択していきましょう。3個目、反応と意見の違い。あなたはどの SNS を一番よく使いますか？ Facebook、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube などたくさんの SNS があります。そして SNS の投稿には2種類あります。それは反応と意見です。実は多くの人がこの2つの違いを理解できていないです。ここでしっかりと説明をします。反応と意見を区別するための鍵となるのがポジションです。ポジションとはどこに立っているのかを示す言葉のことです。このポジションを取った上で発信することを意見を言うと言います。一方、それらしく聞こえてもその人のポジションがどこなのかわからない言葉は意見ではなくてただの反応です。例えば、消費税が上がることに対してあなたがツイッターで増税には賛成だとツイートしたとします。この主張はあなたが増税に対して賛成のポジションにいることが明確なため意見になります。そんなあなたの主張に対し、あなたの考えはおかしい、増税にはたくさんの問題がある、その主張には反対だといったコメントが来たとします。この場合、最初の2つのコメントは意見ではなく反応に分類されます。自分のポジションを明らかにせず、あなたの意見を否定したり問題点を挙げただけのコメントだからです。一方で、あなたの主張に反対というコメントは明確なポジションに立っているため意見になります。この違いが分かりましたか？主張する人が自分のポジションを明確にしているのか、ここに着目して意見と反応を見分けれるようになってください。4個目、1億総反応時代。テレビの時代と SNS の時代で意見と反応の関係は大きく変わりました。テレビの時代はテレビを作る人が意見を言う人、テレビを見る人は反応する人でした。しかし、ネットの時代になってこの関係は変わりました。 SNS が普及して誰でも発信者になれるようになったからです。ただし、ネット上では大半の人は意見を発信せずに、ただ誰かの意見に反応しているだけです。 SNS では簡単に反応ができます。例えば、誰かが投稿した食べ物の写真に対してすごいとか美味しそうとコメントするだけでなく、いいねを押すだけ、スタンプを送るだけといったとても簡単な反応の方法が開発されました。つまり、現在っていうのは1億総発信時代ではなく、正確に言うと1億総反応時代です。意見よりも反応する人の方が圧倒的に多いのはなぜなのか。意見を言うよりも反応するだけの方が簡単だからです。自分の意見を持つには考えることが不可欠です。しかし、他人の意見に対して反応するだけだったら自分で考える必要がないです。エネルギーを使わないため気軽に反応できます。そのため、ネット上のやり取りは少ない自分の意見を表明する人に多数の反応しかしない人がリプライやコメントやスタンプを送る、そういった形で成立しています。ただし、ポジションを取って自分の意見を言う人には多くのフォロワーが集まります。つまり、自分の意見を言う人がインフルエンサーになるってことです。継続して様々なことに意見を表明する、キャラが伝わる、ファンができる、これがインフルエンサーが生まれるプロセスです。継続して発信していれば、その人のキャラが受け手にも伝わり、ファンができていきます。反応しかできない人がほとんどだからこそ、意見を表明する人が重宝されます。あなたもぜひ、反応ではなく自分の意見を言える人になってください。5個目、承認欲求の暴走。僕たちは家庭生活や趣味、仕事を通して家族や友人、同僚などから認知承認されることで自分の存在意義を確認しています。かつてはそれ以外に承認欲求が満たされることはありませんでした。しかし、今は違います。 SNS の時代になると、普通の人の中にも多くの人から承認される人が現れました。人気の YouTuber や Instagramer がその例です。
このような人が増えてくると自分もより多くの人から承認されたい、そう考える人が増えてきます。しかしいくら SNS 上とはいえ、多くの人から承認されるのは難しいです。あなたがオリジナルな人格だと認めてもらうには、それだけ内面情報を提供する必要があります。ポイントはこれだけです。質の高い発信をすることです。質の高い発信とは、必ずしも有益で役立つ情報だけではなく、あなたがどんな人なのかよくわかる情報にすることです。学校でも職場でも、取り立てで変わったことのない人も一定期間コミュニティ内で過ごせば周りから承認を得られます。なぜならこの人はどんな人かという情報が他者に伝わるからです。これはネットでも同じです。この人はどんな人なのか、それが伝われば会ったことのない人からも承認は得られます。では発信者がどんな人なのか、伝わる発信とはどんなものなのか、それこそがこの動画で一番伝えたいこと、あなたの意見です。他人の意見に反応するのではなく、あなたがしっかりと考えて出したオリジナルな意見であれば、あなたの人となりが相手に伝わります。これを続けた結果、あなたは他人から承認されていきます。これができる人とできない人の間では大きな格差が生まれてきています。 SNS 上ではその差がフォロワーの数やいいねの数で顕著に現れます。中にはたくさん発信しているのに誰からも承認されないことに焦ったり悩んで落ち込んでしまう人も増えています。そのような場合には、あなたが発信しているのは反応ではなく意見かどうか一度確認してみてください。この後説明するステップに従って自分の意見を言えるように練習することをお勧めします。6個目、人生に答え合わせはいらない。世の中には答え合わせが必要な人と、答え合わせなど必要としない人の2種類がいます。答え合わせが必要な人は、誰かが背中を押してくれないと自分の意見がはっきりと言えず悩むことに時間を浪費します。特に日本人っていうのは周りの人に合わせるのが得意な人種です。10人中9人が賛成といえば、残りの1人は反対と言いづらくなってしまいます。しかし本来意見には正しいも間違いもないです。意見は人によって違うだけで、あなたの意見が間違っていることはありえないです。仕事選びや生き方についても同じです。自分の選んだ道は間違っていないのか、他人の顔色を伺っているといつまで経っても自己肯定感は保てないです。そのままでは誰かに褒められないと幸せになれない人になってしまいます。他人に呆れられても自分さえ楽しめばいいという信念を持ってください。子供の頃は学校の先生や親が与えてくれた正解に沿って人生の選択をしてきたと思います。しかしあなたにとっての正解を見つけられるのは親でも学校の先生でもないです。あなただけです。それを見つけるためには自分で考えるしか方法はないです。本当に自分が楽しいと思える人生を歩むために、他人の意見に惑わされず自分の意見をしっかりと持ってください。7個目、意見を持てるようになる4つのステップ。正解のない問題に自分なりの答えを見つけるには自分の意見を持つことが大事です。ここでは自分の意見をしっかりと言えるようになる練習方法を紹介します。ステップは4つあります。ステップの1、レベルをチェックする。まずは現状把握です。手元にメモかノートを用意してください。意見はしっかりと言語化しないと他者には伝わらないです。問われた問題について賛成か反対か、ポジションをとってなぜそう思うのか、100文字程度で簡潔にまとめてください。例題を出します。アメリカには飛び級制度があるけど、日本の義務教育にも飛び級制度を導入すべき。この意見に対して賛成か反対かを決めて自分の意見を書き出してください。5分から30分程度で時間を決めて取り組むことをお勧めします。書き終わったら書いた文章を自分で読み返して意見が言えたかどうかを判断してください。ステップの2、無理にでも意見を言い切る。ステップ1で意見を言えなかった人は、その問題を使って無理にでも意見を言う練習をしてください。問いをもう一度読んで、どちらでもいいのでポジションを決めてください。無理にでも決めるのがポイントです。これはリスクを取る練習になります。自分の意見を表明する行為には常にリスクがあります。誰かに反応されるリスク、突っ
込まれるリスク、炎上するリスクです。このようなリスクに恐怖を感じる人もいますが、これは練習を重ねればどんどん恐怖は消えていきます。自分の意見が言えないままでは自分の人生が選べなくなってしまいます。他人に何と言われようと、自信を持って自分の道を選ぶためには他人の反応を気にせず自分の意見が言えるようになることが重要です。正解不正解っていうのはないです。思い切って意見を書いてください。ステップの3、自分で自分に突っ込む。自分の意見を表明できたら、その意見に自分自身で反論してください。誰かに自分の意見を言えば必ず反論されます。そんな時に慌ててしまわないように、事前に自分で自分に反論してどのように答えるか準備しておきましょう。この練習をすることで自分の意見を論理的に説明できるようになります。最低でも反論を10個書き出してそれぞれに反論してみてください。ステップの4、言語化する。反論をして自分の意見をさらに明確にしたら、次はそれを言語化するステップです。例えば何かを食べた時、すごく美味しいとしか言えない。そんな語彙力では自分の意見を他人に伝えることはできないです。食べ物を美味しいと感じた時、自分はなぜこれをここまで美味しいと感じるのか自問し続ければ自然と具体的に表現できるようになります。これができるようになると、甘くて美味しいという感想が砂糖だけじゃなくて塩と熱で引き出された玉ねぎの甘みが美味しい、そう言えるようになります。語彙力や表現力がない人に足りないのは、多くの場合は考える習慣と考える時間を作っていないだけです。自分の関心が高い分野の問題についてしっかりと考える訓練を積んでください。ニュースのコメンテーターや政治家の発言などに反論する練習をするのがおすすめです。ぜひ試してみてください。仕事、恋愛、結婚など重要な問題には正解はないです。誰かに聞いても無駄です。自分で考えて自分で意見を言えるようになってください。最後に、誰に何と言われようと自分の人生を肯定してください。そのために自分の意見を持ってください。社会を生き抜くためには様々な正解のない問題への答えを自分自身で考える必要があります。自分の意見を持つことの重要性を学んで、周囲からどう見られようと、これこそが自分の人生だ、そう胸を張って生きていけるようになってください。今回の解説が分かりやすかった、ためになったという人はいいねやコメントをください。この動画を聞いて感じたあなたの意見をぜひコメント欄に書いてください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。